げたけどね。今日はね、うちのお父さんが作ってくれた豚の肉の燻製も今日ここのサラダに仲間入りさせてしまいました。めっちゃ美味しそう。さあ、ということで試食会しますか。もうプラレールに乗せて、あの回る寿司みたいにして試食会をしたいということで、あ、僕の寿司、ちょっと待って、このコーヒーの香りが、いただきます。すごいよ、コーヒー大好き。優しい、甘い。甘くない。めっちゃ癒される。溶かしたね。じゃあノーザンルビー。そこピンク？うん。ノーザンルビーのりま。3個乗せて。え、3枚も食べちゃうの一人、すごいね。3個乗せればいいだろ。じゃあここは、どっちがどっちだったっけな。あ、もう忘れちゃった。多分こっちが。はるかかな。これがのりついてる、うん、これがのりがついてんのが最後にあったから、はるかよ。これはるか、のりはるかって覚えておいて。のりはるか、わかった。のりはるか、のりはるか。じゃあこれは全部、うん、でここミックス、はい、ミックス入れたらかわいいじゃん。全部入れたらかわいい。一つしか入れられないよ。はい、一つだよ。電気ついたね。はい、敷島レッツゴー。食べていい？もう取っていい？まだ？あと一周？取っていいの？いただきます。ノーザルビーからすごい立って食べてた。いただきます。おいしい。あれ、行っちゃったよ。まだ取っちゃった。はるか、いただきます。はるかの海苔、海苔塩かな。何か最高だね、これ。ちょっとうるさいんだけど。あ、OK。 はるかさ、ポテトチップスやっぱ生で食べれるだけあって、すごいパリッパリ感が。うん、待って。はい、これはトカチ。トカチは、あと意外と水分が多いって、食感がいいです。さあ、来ました。じゃじゃーん。わー、2つ。なに？じゃあ、つーか。あ、ダメ、通過しないでよ。あー、全部取っちゃった、もうこれ私、これ一番好きかも。ママ、これ一番好きかも。すごいね。バイバイ。果物の味がする。うん、まだ追加ですよ。取れない。あ、ここにあるかな。これハロウィンパーティーとか、ちょっとこう、ね、今はなかなか人数集まれないけれども、お家でこうやっていろんな種類のじゃがいもでポテトやるの、めちゃくちゃ楽しいです。なんで電気つかないの？サラダの完成。いいの、サラダは言わなくていい。ほら、うちの父さんの作った燻製、豚の燻製と、これは、あ、ここにないんだ。生で食べれるはるかというじゃがいもです。フライチバのはるかちゃんをいただきます。ね、これね、ベビーリーフ。ベビーリーフたっぷり使って。これがね、食べれるエッセンスのオイル入れたんです。これね、これ入れたんで。楽しい。いただきます。
ルカこれ食べにおいで。サラダすごく好きだと思うの。すごい生で食べれるじゃがいもサラダ最高。ルカちょっと食べておいで。生で食べるじゃがいもサラダどうだった？なんかね全然癖がないから、で食感がすごいシャリシャリして美味しいから子供食べれます。すごい美味しい。入れまい。じゃんじゃん皆さんにお見せできたらなと思います。